怒ってます。こんにちは、F スタの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというチャンネルでございます。いや、もう昨日のね、リバプールの試合がね、もうひどすぎて、それで怒ってるわけじゃないんですけど、あのセックスエデュケーション、僕の大好きな、Netflix ドラマシリーズなんですけど、今シーズン4ですね。これが、9月末ぐらいからね配信されてまして、それをね今4話まで見たんですけど、うん、おいと思ってね、おいっていうセックスエデュケーションはね、ネタバレなしでちょっと話したいなというところなんですけど、まあいいや、もう早速話していきましょう。セックスエデュケーションはですね、高校生の性事情を、テーマとしたね、青春コメディ恋愛ドラマなんですけども、で主人公高校生のオーティスです。このオーティスのお母さんがセックスセラピストをしてまして、その影響を受けて自分の高校で、セックスセラピストをすると。でティーンのね、まあ、素朴な性の悩みだったり、そういうのを解決していきながら自分も成長していって、シーズン1だと相棒の、メイブですね、この子に淡い恋心を抱いていて、この2人のくっつくのかくっつかないのかみたいな、そのなんかもう、高校生のこのもどかしい恋愛模様もあったりしながら、相談にしてくるね、学校の仲間たちというか生徒たちですね、この子たちの結構あるあるな、性の悩みみたいなところが面白い、笑えもするけども、共感もできて、基本的に悪役がいないっていうのもあったりして、もう全員登場人物全員ですね、これに、感情移入ができて、本当にみんな幸せになってほしいっていうね感じでいつも見てまして、で、さらにね結構切り込んだところまで行くんですよね、このドラマは。LGBTQ ですね、ここにまでかなり切り込んでまして、例えばねオーティスの親友エリックですね、彼はねクリスチャンなんですけども、自身はゲイだというところで、エリックが通ってる教会ではですね、基本的に同性愛っていうものを認めてないというところでね、信仰心はあるんだけども、自分はゲイであるというこの何でしょう、軋轢というか葛藤も抱えながらも、人間としては明るいんだけども、そういうねバックボーンを抱えてて、人間誰しも性事情に限らずね、いろんな悩み持ってて、もう誰しも十人十色悩みを持ってるんだっていう、この等身大の感じがすごくいいんですよ、このドラマはね。でさらにね、まあほんとシーズンがどんどん進んでいくと、生徒のみならずね、大人の問題、大人の性問題みたいなものも、扱っていきまして、大人も結局大人になりきれてないというか、結局同じ人間なんですよね、大人も子供も。フラットな目線というか、もう端から端まで本当にいい人たちばっかりで、それがね本当に見てて辛くもあるし楽しいというか、うん、人間模様が本当に面白いドラマなんですけども、それでね、僕が一番好きなのはシーズン2でして、シーズン2はね本当にね話の展開がかなりすごいなという感じ、ネタバレなしなんであんま細かいことは言えないんですけど、終盤にかけてねこうそこまでいろんな人物のね、キャラクター造形を深めていって最後にこうギュッと集まってね、展開するプロムのシーンかなとかはね、本当に素晴らしいものがありまして、ここでもうシーズン2の出来の良さでかなり心掴まれたなという感じですね。本当に素晴らしいシリーズでございます。まあさっきも言いましたけど、今ねシーズン4が始まったばかりだということで、僕とりあえず今4話まで来てますというところなんですけど、今シーズンはねちょっとやりすぎよみんな追い詰めすぎ、本当に何でしょうね、ここまでね感情移入しまくってるから、こんなに追い詰められるの、この子たちが。かわいそうだろ、かわいそうだと思わないのかっていう、とこなんですよ。もう、うん、面白いんだよ。シーズン4も面白いんだよって話。メイブは今シーズンもう、本当に心が折れるようなことがね、めちゃめちゃある。まあ、エリックもそうだし、校長の息子もね、もうなんか良くなってほしいなと。うん、なんかうまいこと言ってほしいなと思ってするし、だからね、本当にね、半沢直樹、今。うん、半沢直樹の序盤の気持ち、今、俺。うん、もう半沢直樹もさ、抑えられて、抑えられて、逆転して、バーンっていう、もう、すごい爽快感がね、あったドラマじゃないですか。っていうところでね、それを期待してます、今。あ、そうそう、一個忘れてたわ。シーズン4でね、最後らしいんですね。これで終わっちゃうそうなんで、なんでね、こっからどうね、視聴者を納得させてくれんだろうな、というね、割と、
楽しみです。はい。めちゃめちゃ楽しみなんですよ。この前3話まで見たんす。3話見終わった後、もう直後に、もう声出ちゃった会社で。普通に会社で見てて、声出ちゃっても、ふざけんなよっつって。なんなの何やってんのって普通に結構怒っちゃった。もう、感情移入しすぎて。うん。面白すぎて怒っちゃった。あとね、まあ絵的な話すると、今シーズンは特にね、色使いがむちゃくちゃうまい。本当に。例えばね、高校外観もそうだし、セットもそう。あと服の色の、まあセーターとかね、そういうね、色の合わせもそうだし、チラシ1枚撮っても、ちょっとね、レベル違うなと思うぐらいの、色使いのうまさっていう感じですね。あとやっぱね、主人公のオーティスですよ。この人がね、セックスセラピストとしてやってるんですけども、自分もめちゃめちゃ問題を抱えてるというね。結構頼りないんですよね。結構嫉妬、すぐ嫉妬するしさ、謎の負けん気というか、無駄な意地を張るというか、見えっ張りで、結構ダサいんですよね。そこがコメディであるところでもあるし、感情移入もできるところだなと思ったりしてます。うん。いいキャラクターですよ、本当に。あと、シーズン1でね、好調だった、先生ですね。はい、あの人も、もう最初は本当に嫌なやつでしたけど、シーズン進むごとにね、人間性をどんどん深めていってね、もう懺悔しきったよなって感じ、もう許しが来てもいいよなっていうところにまでなってて、だから本当に校長でさえも報われてほしいというか、もう本当に登場人物を端から端まで救おうとしてるのが、シーズン4でも見えてますね。そこがどう決着していくのかっていうところは、かなり気になりますね。っていう感じです。はい。まあ、ほとんどぼやきみたいな動画になっちゃいましたけど、とりあえずね、なんか、セックスエディケーション見てるって人があんまりいなくて、周りに。なんで、ちょっと進めたいなっていう面もあって、で、今シーズンもね、今シーズン、最後のシーズン4ですよ。これが、面白いんだけども、かなり、ストレスも溜まる、ところなんで、今んとこね。はい。なんで、それも伝えたいなっていう、はい。結構クソ動画的な感じですけど、はい。まあ、そんなところです。でみんな見ましょう、セックスエディケーション。あ、一個だけセックスエディケーションはなんてあったぞ。電車で見れない。公共の場で見れない。っていう難点ね。結構ね、えぐいセックス描写があるんで、本当に一人で見るか、まあ、家で見る、のが基本かな。はい。手軽にパッと見れないのがちょっとネックなんですけど、内容は毎回めちゃめちゃ面白いんで、おすすめですというところでございます。セックスエディケーションね、見たことある人はね、よかったらね、コメント欄でコメントとかね、もらえたらありがたいです。はい。でね、よければ、高評価、チャンネル登録もお願いいたします。で、X だったり、デモ音源を各種音楽サイトで配信してたりしますんで、概要欄の方からご覧ください。それじゃあまた。